協定フリーダムでは現在、協定で稼いでる方法を公開中。協定が好きな人も、協定を知らない人も、簡単に取り組める方法だよ。俺はもともとサラリーマンで、辛い日々を送ってたんだけど。その後、稼げる方法に出会い、人生が急上昇。俺と同じで、社畜から抜け出したい、脱サラしたい、稼ぎたい。そんな人のためにも、稼いでる方法を公開することに決めたんだ。詳細は動画の概要欄をチェックしてね。3日目6レース、1着は1号艇の大赤選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。地元の一戦、緊張しました？いや緊張しましたね、はい、いい方がいっぱいいらっしゃったので、はい、緊張しました。ちょっとそのレースも振り返っていきましょう。はい、お願いします。進入は1ふたさん、ダッシュ465、はい、野田選手1コースからですね。はい、スタートタイミングコンマ0台半ばトップスタートでしたが、はいはい、見え方いかがでしたか？いや、もう放ったら2と4がめっちゃ伸びてたんで放れないと思って、でも全速でいけるところで行こうと思ったんですけど、はい、まあ、ちょっと気合も入ってる、はいはい、そして回っていきます、はい、このターン回っていく感触っていうのはいかがですか？いや、もうずっと前半も試運転も全然乗れなくて叩いたんですけど、もう最後これでダメなら真逆やと思って叩いたのが良かったです。はい、まあ、だいぶその方向性というのが定まった感じ。はい、ちょっと両面行こうかなと思ってます。はい、まあ、ここまで護送してみてモーター自体の手応えっていうのはいかがですか？いや、もうずっと乗りづらすぎて、一番今がまあ、乗りやすくはないけど一番良かったなって感じでした。はい、まあ、ここじゃあベースに、はい、って感じですかね。はい、はい、明日以降ね、まだまだ戦い続いていきますので、はいはい、ファンの皆様に一言お願いします。はい、一緒一緒一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。さあ、それではカメラサインもいただきましょう。はい、あ、ごめんなさい。あ、大丈夫ですよすいません。シリーズ初勝利が上がりました、はい、1号艇なので白で書いていただいてます。サインが終わったら最後ワンポーズもお願いします。はい、6レース1着野田選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。協定フリーダムでは現在、協定で稼いでる方法を公開中。協定が好きな人も、協定を知らない人も、簡単に取り組める方法だよ。俺はもともとサラリーマンで、辛い日々を送ってたんだけど、その後、稼げる方法に出会い、人生が急上昇。俺と同じで、社畜から抜け出したい、脱サラしたい、稼ぎたい。そんな人のためにも、稼いでる方法を公開することに決めたんだ。詳細は動画の概要欄をチェックしてね。We'll be right back.